こんにちは。日本学術書道会の田村貴山です。今日も参考書の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は、諸悪莫作諸善奉行です。諸々の悪をなさず、諸々の善を行うということ。諸悪をなすことなく主善を奉行し、自らその意を清むるはこれ諸仏の教えなりという七仏通戒偈の中の第一句です。この偈は過去七仏が共通して説いた教えであり、仏教の根幹を簡明に説いていて、釈迦以来伝えられている偈の中でも最も重要なものの一つです。戒律の条項を示した諸々の仏典をはじめとして、北部教や造一阿言教など釈尊の教えを直接伝える経典に広く参見します。だから諸悪莫作諸善奉行を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。